同志社大学体育会アメリカンフットボール部、アメリカンフットボールチームである。ワイルドローバーの名称の由来は、同志社の創立者である、新島城が、現時元年函館港から密出国し、上海で、ワイルドローバー号に乗り換え、慶応元年米国ボストンに上陸した史実に、基づいていることから、同志社大学体育会ボート部のエイトには、歴代、ワイルドローバーが完成られている。 1940年に関西で2番目に総部。同年に慶応義塾大学と阪急西宮球場で対戦する。この対戦は、早稲田大学対関西大学の第1回定期戦と同日に開催された。この試合が阪急西宮球場での初のアメリカンフットボールの試合である。1941年に関西鎧玉連盟設立に参加。同年、 関西大学、関西学院大学、関西 OB クラブとの4チームによるリーグ戦に参加。翌1942年には、関大、関学、同志社の3チームによるリーグ戦に参加し春3位、秋2位の成績が残っている。戦後、関西ベーシック9連盟設立に参加し、1946年秋のリーグ戦で初優勝。 関東の周期リーグ戦に優勝した KO と1947年、第1回の甲子園ボールで対戦し、0から45で敗れた。KO との対戦は、1949年に定期戦となり、現在に至っている。1946年のリーグ初優勝以降、同志社は、リーグの上位に位置することはあっても、関西学院大学の連続優勝記録を止めることはできなかった。 一部発行制が確立した1970年には7位、そして1971年には8位で入れ替え戦で大阪大学に敗れ、初の二部降格となる。一部復帰には6年かかったものの、当時の伊藤総作り監督の情熱的な指導により、復帰元年の1977年にはいきなり3位となり、復活への呪のしを上げる。1979年には、 伊藤監督の公認の田辺哲郎ヘッドコーチの指導のもとリーグ戦で間学に32年ぶりに勝利する。しかし、寛大に敗戦し6勝1敗で間学と両校優勝となり、甲子園ボールをかけたプレーオフは35から0で敗戦し、第1回以来の甲子園ボール出場はならなかった。1980年代には数回の二部降格の危機を、 入れ替え戦勝利で回避するが、1991年の4位以降、一部の回に低迷するようになった。ただ、感覚がユニフォームを変更した1991年、周期リーグ初戦で1点差ながら黒星をつけたのも同志者である。1990年代は入れ替え戦の常連で、ここにはトップクラスのアスリートを揃えるものの1994年、 1997年、1999年とデブ2に降格している。しかし、いずれも降格の翌年にはドラマティックな試合展開にて勝利を収め、デブ1に復帰する。2010年代にはデブ1在籍中、2012年2014年2017年シーズンで入れ替え戦に出場。2012年は大阪教育大学、2014年は 桃山学院大学、2017年は、神戸大学にそれぞれ敗れて、2013年、2015年、2018年は、デブ2となる。1999年度末に無事デブ1に復帰した、同志社。以後、古豪復活の時代に突入する。2000年、池田雄三監督が就任。リクルート体制や、組織の拡充に尽力する。2001年、2002年、 2004年と3回入れ替え戦に出場したものの、いずれも勝利し、デブ12残留を決めた。また、2003年には6位となり、ウエスタンボールに出場、広島大学に改勝し、西日本学生王座に輝いた。2005年には、フルタイムコーチである、小林健をフェンスコーディネーターが、就任、さらに、京田辺キャンパスグラウンドを、 人工芝にするなど学校を上げての強化を図った。この結果3勝4敗で1991年以来の4位となった。リーグ戦で3勝を上げたのは1992年以来のことである。2006年1月に環境整備に尽力した池田監督が急世。新監督に小林健康地が就任し、秋のリーグ戦に臨んだ。 関西学生ベスト11に選ばれた QB を要し、上位進出が期待されたが、神戸大学、京都大学に僅差で敗れたことが響き、6位に終わった。1947年の京都大学ギャングスターズの総部において、同志社は、当時の首相だった伊藤総作りを中心に、防具やルールブック等の対応や、練習の指導等の協力を行った。 京都大学との初のリーグ戦を戦うに際して、新中軍京都軍政部長のシェフィールド少佐より、軽動釜が贈呈された。以降、リーグ戦における勝利校が釜を持ち帰り、釜に自公名を記するのが慣例となっていた。1970年代前半に所在不明となっていたが、2005年に京大同志社両校 OB 会により復元され2代目が誕生した。 復元された軽銅釜は、対戦成績が刻まれた台座の上に、直径21センチメートル、高さ20センチメートルほどの釜が置かれている。釜の蓋の取っ手部分はフットボールを模した作りになっている。軽銅釜復元後初の公式戦となった2005年の京大同志社戦は、京都大学が見事勝利した。ワイルドローバーへの入部者は、系列校出身の選手が中心であり、 最も多いのが同志社国際高校から内部進学してくるアメフト経験者である。アメフト部のない同志社、香里高校ラグビー部からの内部進学者も多いが、同じくアメフト部のない同志社高校出身者は意外と少ない。その他の高校経験者であれば西風高校や関西、大倉高校出身の選手が多いが、未経験者も少なくない。 1946年度同志社大学0から45慶応義塾大学。2003年同志社大学41から21広島大学。2006年同志社大学31から7愛媛大学。1989年度同志社大学24から31慶応義塾大学。1991年度同志社大学28から19慶応義塾大学。 ありがとうございます。